信託のお時間。私が演じるリーゼロッテには本来その能力ありませんが、信仰の楠木智には信託が下ります。前回は散々でしたね。ビンタしてやりたいって、もうその一言で無理だなって思ったもんね。じゃあ今回はどうなんでしょうか。神を、私に今日のラジオがうまくいくよう知恵をお貸しください。全く共通点のなかった石川さんと、一つでいいから共通点をつけましょう。全く共通点のなかった石川さんと、一つでいいから共通点を見つける。何この初回ラジオみたいなやつ。初回なのよやることが。いやでも前回本当にね、考え方が結構正反対だったから、まあ、うまくね質問して石川さんのパーソナルなところも探っていきたい。でもあれじゃない、お互い中村さんを聞くとかっけーって思っちゃうっていうところだけありますけど、まあね、他のところを探していきたいと思います。ではこの信託の結果、番組がどうなるか見守ってください。ツンリゼラジオスタートです。ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと、実況の遠藤くんと、解説の小林さんと、進行の楠木さん。いよいよ一息で言うのを諦めました。その木と終わりです、この番組はテレビアニメツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと、実況の遠藤くんと、解説の小林さんで、リーゼロッテリーフェンシュタールを演じる私楠木と森が進行役となって、さまざまなゲストさんをお迎えしつつ、リスナーの皆さんと一緒にツンリゼの世界を楽しんでいく番組です。はい、そして今回もこの方がゲストに来てくれました。どうも遠藤青、声ガッサガサ。遠藤青田役の石川海人です。びっくりしちゃった自分で今。あらら、聞いてる分にはそんなことなかったですよ。本当ですか。もう今、はい、ノイズ走ったのかなって思うぐらいビビビビビって言ってて、えってノイズだったんじゃないですか。あ、ノイズか、ノイズかもしれない。しっかりしてよ温泉さん。頼むよ。ということで、前回はですね、2話を振り返ったりとか、はいはい、もうちょっと我々正反対かなみたいなところが最後にミスターブラだってことが明らかになって、でも分かんないですよ、そんなことないかもしれない。混ざるかもしれない。混ざるかもしれない。いやー、ないな。ない、嘘。嘘。ないな、なんか陽を感じるもんな。え、本当ですか。うん、はい、私陽っぽいですか。陽っぽい。その人の目を見て話せる感じとかめっちゃ陽っぽい。あ、でも人の目じゃなくて眉間見てます。あー、俺は眉毛見てます。お互い目合ってないかもしれない。綺麗な眉毛をしとる。褒めるじゃないですか。ってことは興味ないんだ。うん。あれ。ああああ、幸先不安だな。ということで早速始めていきましょう。はい、ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと、実況の遠藤くんと、解説の小林さんと、進行の楠木さんと、ゲストの石川さん、最後まで聞いてね。ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと、実況の遠藤くんと、解説の小林さんと、進行の楠木さん。改めまして、リーゼロッテ役の楠木智です。そして遠藤青人役の石川海人です。では早速ですが、こちらのコーナーに参りましょう。今週のワンシーン実況。はい、毎回どこか一つワンシーンだけ切り抜いて、そのシーンを大込めするように実況しながらリスナーの皆さんと見ていくコーナーです。うん、では今回3話放送後なので、3話からワンシーン流してお話ししていきたいと思いますよ。どうぞ。超モジモジしてる感じですね。いや、夏の甲子園、このサイレンが聞こえると夏を感じる。始まった、すごいプロだな。野球が好きだった。俺もなんですよ、実は少年野球野球がありました。文京区で割といい成績を収めるチームのサード1番を張っておりました石川です。すごい。1番というのはね、出塁率が高い、足が速い、そういう選手がねなるんですけれども、私の2つが驚異の鈍足でございました。足が遅いにもかかわらず、打席は1番で決まりましたね。素晴らしい。俺は生きている意味を失い、懐かしいでございます。沈んじゃってますよ。そりゃそうですよ、野球をやっていて、肩が壊れてしまう、これ非常にね悩ましいことでございまして。壊した経験あるんですか。あ、友達が、あの、僕の肩は狂犬だからサードをやってて、ずっと肩が強かったっていう。鈍足の狂犬。そうなんです。すごいですね。そう聞くとめちゃめちゃなんか雑魚な敵そう。鈍足の狂犬石川だ。
来たぞ鈍足の狂犬がバカにされとるそれは失礼しました。遠藤くは放送部員だから、小林さん、放送の仕事があるからかばってますよ。みんなから役割が押し付けられそうだったところで、はい、放送部だからと嘘をついて、はい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 、これはどういうつもりなんでしょうか。キュンキュンして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 です。もうキュンキュンしすぎてもうしてというのがリピートしてしまいました、皆さんのお聞きの機材のバグではございません、こちらのバグでございます、失礼しました。いやでも今小林さんのちょっとした女子力を感じたんですけど、はい、もう髪結んでるじゃないですか、はい、まあ多分ヘアゴムで結んでるんでしょうね、はい、でもちゃんと何かの時のために手にシュシュつけてるんですよね、非常に女子力を感じました。女子力だ、素晴らしいですね。かわいいな。あとこの男女でのカーディガンとパーカーの色の違い、うん、これはねピンクのカーディガンを着ている女子これモテますと、はい、モテます。そうなんですね、僕の高校時代は、はい、薄いパステルカラーのカーディガンを着てる女はみんなモテてた。へえ、そんなジンクスがありましたね。綺麗な涙、男泣き、男泣きはまたズキュンときますね。いやもうこの片目から一筋の涙ポロリはですね、はい、カンと書いて男泣きでございます非常に情けない泣き方をしてましたね今ね。いやいや、そこがそこがいいですよあらもうボロボロ出ちゃうんです、涙が止まらない、ね、できればリュックじゃなくて背中に手を当てていただきたいというリュックから、そういう気持ちもございますけれど、はい、ちょっとまた沈んじゃってますけどね。残念だったね。ごめん、俺また泣いちゃってる。いろいろ思い出してさ。いい芝居するなこの役者さんいい声ですね野球部辞めた後俺さちゃんと情けないですからねやっぱそういったところを意識して、そんなことはないんですよ。なんか僕がやると情けなくなる。え、ね、前回のエスプリすごい良かったです。あ、でも多分どこかになんかこう、なんだろう、ファンの方から見ると多分、うん、赤ちゃんが頑張っててすごいねみたいな気持ちになるんでしょうねそんなことないですよ、言ってる言ってるみたいなはい、ということでですね、今回遠藤くんの過去が分かる冒頭のシーンを石川さんと一緒に見ました。はい、まあね、野球って夢結構ずっと追いかけてたものが、うん、遠藤くん亡くなってしまって、小林さんに野球以外のこともできるでしょうと声かけられて、うん、めっちゃ救われるというところで、ただ可愛いから好きになったんじゃなくて、うん、こういうバックボーンがあるんだぜっていうのが、そう、助けられたから小林さんの助けになりたい、うん、そういう思いで、うん、ファンディスクをプレイしてまいりました遠藤碧太でございますいいぞ遠藤くん。さあ、このままね振り返りもしていきたいんですけど、はい、甲子園の映像を見た上で改めてゲームを頑張ろうと意気込む2人でしたが、小林さんが今回のゲームが2人揃ってないとプレイできないとか、うん、データのコピーができない特殊な仕様になってることに気づいてしまいます。すごいコピーガードですねそして今回は合同授業のお話ということで、うん、あのフィーネがねリーゼロッテのことを思って金色のリボンを杖につけてたんですけど、うん、まあ、ジークの色だと勘違いしてしまって、うん、リゼタンがまあひどい顔でブチギレるというところで、うん、まあ、ちょっとリーゼロッテはねいろいろダメな方向に、うん、あの妄想しがちなんですけれども、好きなんだねジークのことが ね。こういうなんか学校ルールみたいありました？え、学校ルールみたいな、学校ルールみたいなの、なんかこういうことすると思いが叶うとか、うん、ああ、その恋愛のジンクス的なやつですよね。知らないあ、そっか、うん、特に周りではあったのかもね。あ、なるほど。僕はそのコミュニティにいないから知らないんですよ。なるほどです。うん失礼しました。この話終わり、はい、ごめんなさいそしてね、あの、はい、その後制服までフィーネさんにあげるということで、しかもお下がりという理由付きで、まあ、実際は背丈全然違いますんで、うんうんうん、まあお下がりではないでしょうっていうところで、フィーネ、ね、優しい人ってのはいいですね。いいですね。僕も兄貴からね、はい、こうお下がりをもらってたんですけど、はい、あのお下がりの服やるよって言われて渡されたのがタンクトップで、はい、あの非常に着るの嫌だなっていうふうに思ってましたねご兄弟上が兄貴が、あ、で、あと妹がいて、下もいるん
んだ、うん、私は姉がいて私もお下がりすごいよくもらってて、でタンクトップ着る季節考えてほしいんですけど、はい、夏なんですよ。はい、そうですよね。汗がめっちゃ染み込んでるんですよ。やだな、不愉快ですよ。ずっと着てる間そのお兄ちゃんの気配をこうちょっとまとうような感じですね。やだな、そんなに兄弟仲良くないんよ別に。不愉快ですね。ちょっとゾワゾワしちゃいますね、そして、リーゼロッテの杖にはジークバルトの色を刺繍したリボンがということで、うん、ツンデレの可愛さがみんなに届き始めました。やっと。いやこれ現代で言ったら何ですかね、消しゴムのあのカバーの内側に男の子の名前女の子の名前書いてるみたいな、ね、ありましたね。そんなのね、そういう感じなんですかねってことだと思いますね。いやこれドキドキしちゃいますね、そして今回ファビアンやレオン先生、出てきまして喋りまして、ね、どういう人たちなのかみたいなところもちょっと明らかになったりとか、ファビアン級、はい、そしてフィーネとバルドゥールがプチ山ごもりをします、うん、凶悪のモンスターを退治してましたけど、バルドゥールは剣でこう、やーって武器を持ってね、フィーネ拳でやったってますよ。いやもうだって拳がね人を貫けるからねあれ。でもこれ多分リーゼロっても悪撃できるから2人揃ったら結構世界救えるんじゃないかなと思っちゃうもんな。女子2人戦闘能力は結構高いのではないかと。最悪の未来は多分そこが仲良くなることで回避できるんじゃないかってぐらいのねえ、まあでもね結構死んでしまいやすさがありますから、うん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 、まあ、頑張っていただきたいっていうところで頑張っていただきたい、頑張りましょう。でそしてフィーネがですね、戦闘中バルドゥールが死ぬビジョンが見えていたということで、ビジョンまで見るようになった。そうなんですよ、すごいですよ。ちょっとここでまたフィーネがあれこの子どういう子なんだみたいなところが出てきて、ちょっとフィーネをかばうバルドゥールに怒っちゃったけど、結果的になんだかんだいい雰囲気になると。まあ喧嘩するほど仲がいいじゃないですけど、雨降って地固まるとも言いますし、はい、こうやってお互いの本音をぶつけ合える仲、これが、夫婦長続きの秘訣でございますね。知りませんけれど適当だったね。すごい語彙力でしたけど。そしてラスト、不穏なクオン・キリセの姿が印象的でございました。出た不穏なクオンね。不穏なクオンね、韻踏んじゃってますね。この韻の踏み方ね、すごいおじさんを感じて嫌いじゃないんですよ。不穏なクオンね、出てきまして、と、まあ、いろんなところに謎がちょっと散りばめられて、そんな3話でございました。いやでも乙女芸を一人でやってる男の子っていうのもね、なんか僕らからしたらありがたい存在ですから、助かります。ありがとうございます。ではここからリスナーさんから届いてるメッセージ紹介しますよ。はい、でん、フランさん、ありがとうございます。進行の楠木さん、ゲストの石川さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。とっても長い番組タイトルですが、もう慣れましたか？慣れません。ツンリズはアニメ PV を見て、設定がめっちゃ面白そうと、すぐにコミックを一気読み、続きが気になりすぎて、小説の方も一巻から読み始めました。私はツンデレ属性にちょっと苦手意識があったのですが、小林さんと遠藤くんがリゼタンの心中や可愛さを熱弁してくれるおかげで、ツンデレってこういう思考回路を通ってあの言動になるのかと新たな発見ができ、今ではジークとともに可愛すぎんかと頭を抱えながらリゼタンに燃え散らかしてます。破滅へと向かっていくリゼタンをゲームの中と現世から救おうとする物語も面白いし、小林さんと遠藤さんの爽やかでキュンとくる等身大の恋心まで堪能できて、一粒で二度三度美味しい作品だなと、アニメを見るのが今からとてもワクワクしてます。ところでお二人とも作品に関わる前からツンデレ属性はお好きでしたか？よろしければお二人の萌え属性トーク聞いてみたいです。はあ、なるほどね、まあ、ツンデレは前回ねビンタを、ああもうビンタですよ。ああビンタですよ、そんなものは。どうなんですか、お好きな属性とかって。これがね、僕がアニメが最初に好きになった時にやってたヒロインがめちゃめちゃツンデレだったんですよ、はい、ピンク髪で、魔法使いのアニメだったんですけど、ずっと釘宮さんの声でね、好きじゃないんだからねっつって、あマジで使い魔になりてえと思ってたな。踏み抜かれてえと思ってた。いいな。
いやでもなんか時代とともにツンデレの意味合いが変わってきてるじゃないですか、うんうん、まあそうですね。昔のツンデレって最初は本当に嫌いなんだけど、うん、でツンツンしてんだけど、うん、こう時間が経ってストーリーが重なっていくにつれてこう気持ちが芽生えてきて最終的にすごいデレデレになっちゃうっていうのがツンデレだった、うん、で今回リーゼロッテさん、まあ、新役ツンデレでございますね、うん、本当のこう真意があるんだよっていうツンデレ、うん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 、どっちもいいよね。どっちもいいですね。確かに。いやでも私はどっちかといえば時間かけてこう攻略していく感じというか、うん、だんだん出れてくれる方が好みかなと思ってたんですけど、はいはいはい、なるほど。リーゼロって演じてみて可愛いなと思いますよね。可愛いですよね。いいですよね。なんか人間いつだって人の真意を測りたい、うん格言出ましたよ今。この作品はそれを今節丁寧に教えてくれるわけじゃないですか、うん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 、アニメの見方っていうのを教えてくれてる気がして、うん、確かにリーゼロッテに習う物語の読み解き方みたいな、うんうん、国語の授業をしてるんですか。国語の授業ですこれ。本当にそうだったのか。素晴らしいアニメですよ。素晴らしい。でも本当にそのリーゼロッテが何考えてるかっていうのを、うんこう考えながら見るっていうことができるじゃないですか、うんうん、アニメってどっちかといえばこうぼーっと見ることが増えましたけど、うんうんうん、ちゃんとこうこっちで考えながら見れるっていうのがすごく面白いな、うん、考えるというのは楽しいことなんですよ。そうなんですよ。考える萌えですかねこっちは。考える萌え、思考萌えですね、はい、思考萌え考えさせてくれるんですか。うわー萌え超えてエモですって喋ってます。では続きましてですかね。はい、はい、友吉さん、ありがとうございます。皆さんこんにちは、こんばんは。こんばんは、こんにちは、オンライン視聴会で一足早く見させていただきました。想像以上にリゼタンのツンデレ具合が可愛くてジークバルトと一緒に可愛いともらえています。ところでカイトくん、はい、私の中では一癖も二癖もある高校生の役が多いイメージでしたが、はあ、ごく普通の高校生を演じているのが新鮮に感じました。小林さんに思いを寄せている初々しい姿も可愛くて純粋に応援したくなります、うん、遠藤くんをやるにあたってスムーズに役柄をつかめましたか。どんな男の子だと思います。あ、ご新規さんありがとうございます。ありがとうございます。僕実はデビュー当初はですね普通の高校生ばっかりやってるんですよ。お、まあ、当時はねラノベのアニメ化がすごく多かったんですけど、それのこう主人公とかをやらせていただけることが多くて、はい、まあ大体ね当時のラノベの主人公はこう転生してなかったりとか、そうですね、チート能力持ってなかったりとか、そうですね、あの普通の高校生なんですよ、うん、なので当時を思い出しながらやってましたね。あ、ちょっと懐かしい気持ちというか、めっちゃ懐かしかった。特殊能力持ってねえやと思って寵愛はあれど、うん、まあ、確かに普通の子ですもんね。普通なんですよ、ね、私服とかも結構シンプルな格好をしてて、うん、多分ユニとか G とかなんでしょうね。らへんですね、うん、きっとね白 T でねみたいな。いや素晴らしいですよ。だからなんか久々に演じてて、まあ、掴む掴まないもなく素直にやればいいんで、うんうんうん、割となんかやっててあまりこう精神的負荷がない、うんうんうん、こう人が死んだりするのをまあ助けるっていう作品ではありますけど、うんすねうん、じゃあ現実世界で自分がこうなんだやったりやられたりみたいなことではないので、うんうんまあ、そういう意味ではすごい素直にやれたかなっていう。でも実況あるし癖はある気がしますけどね。確かに普通の高校生かと言われると、普通の高校生は同級生の女の子の家に行かないんだよ。よかった俺普通の高校生だ。今世界に認められた気がする。そうだよ普通は行かないんだぞ。行かないんだぞ。はい、ということで以上でございます。くそって言った。引き続きリスナーの皆さんからツンリゼの感想、ゲストさんへの質問、私に聞きたいことなど何でも送ってください。そしてここでツンリゼからのお知らせです。テレビアニメツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん、第4話は1月27日より放送です。BSTBS では毎週金曜日深夜2時半から、 ATX では毎週水曜日夜10時からの放送となります。続いて配信情報です。毎週土曜日正午よりアベマプレミアム、アベマ D アニメストアにて先行配信中です。他配信サイトは毎週木曜日正午より配信中です。詳しくは公式サイトを確認してみてください。続いて楽曲情報です。
オープニングテーマ曲は YouTube 登録者が100万人を突破するなど今大注目のアーティストダズビーさんが歌ういびつな言葉です。ツンリセの世界観にマッチしたアップテンポなアニメソングで現在デジタル配信中です。ぜひ聴いてみてください。そしてエンディングテーマ曲は TikTok フォロワー75万人超えのシンガーソングライターアンナさんが歌う花のようにです。同じくデジタル配信中なのでぜひチェックしてください。続いて原作情報です。江ノ島すず先生、イラスト栄飛先生が手掛ける小説最新刊 EX 刊が発売中です。大量書き下ろしと SS 再録で綴られるハッピーエンドの後日誕になってます。目印はウェディングドレス姿のリーゼロッテです。榊ルミオ先生が描く同名コミックスの最新6巻は2月1日発売予定です。そしてツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん、ブルーレイの発売が決定しました。上下巻どちらも小説のイラストを担当されている平井先生書き下ろしイラストを使用。上巻はマジカルに恋してバージョン付きリバーシブルジャケット、江ノ島すず先生書き下ろし小説に加え遠藤青人役の私石川海人と小林志保の役花澤香菜さんによるオーディオコメンタリーを収録。そして下巻はリーゼロッテの初期バージョン付きのリバーシブルジャケット、榊ルミオ先生書き下ろし漫画とリーゼロッテ役である私楠木智とチークバルト役の中村雄一さんによるオーディオコメンタリーを収録してます。上巻は4月26日、下巻は5月31日発売。さらに上巻には早期予約特典としてオリジナル A3 クリアポスターもついておりますのでぜひご予約はお早めに。以上ツンリゼからのお知らせでした。ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんと進行の楠木さん、ほぼ破滅が決定しています。私楠木智演じるリーゼロッテはほぼ破滅が決定しているツンデレ令嬢です。リスナーの中にもほぼ破滅が決定している人がいるかもということで、このコーナーではリスナーさんが具体的にどういう状況でどう破滅を迎えようとしているのかを送ってもらい、進行役の私とゲストさんで破滅エンドを迎えない方法を考えていきたいと思います。怖いなこのコーナー。結構怖いの来ますね。破滅って言葉やばいですよめちゃめちゃパワーワードですからね。そうなんですよ、支えていただいて。では行きたいと思います。ヤニマさん、僕には何も習慣がないので体を鍛えようと思い少し前から筋トレを始めました。筋トレは僕が思っていたよりとてもきつく、日々やめたいと心の中で思っていました。ですがここでやめたら自分には何も残らないと心を鬼にして取り組んだ結果、何事も三日坊主になってしまう自分が1ヶ月も筋トレを続けることができました。ですがようやく習慣化できていた筋トレをついに昨日サボってしまいました。サボることの快感も覚えてしまい、もう筋トレをするモチベが完全に失われつつあります。このままだと僕の筋肉は破滅してしまいます。どうしたらいいでしょうか。あー、なるほどね。筋トレ普段されます？あー、僕一時期めちゃめちゃ筋トレしてたんですけど、今肝トレしてますね。肝トレ？あ、肝臓トレーニング。はい。あれ、それは聞かないようにしよう。あ、お酒です。あ、お酒お酒です。お酒ですよね。いっぱい飲まれて、まあちょこ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 、ね、ストレス発散ぐらいの、うんうんうん、なんかそんなに毎日とかは飲まないですけれども、まあ飲むときは飲むぞと。なるほど。周りが引くぐらい大丈夫かな。飲むぞと。筋トレは結構続けられるタイプでした？僕 2,3 年やってましたね。すごい。 2,3 年やってたんですけど、なんかね、同じ状況、あ、彼とサボっちゃった、うん、だからこっちに来ちゃダメだよ。もうこっちは破滅してんだからここに破滅した人がいる。破滅済みよこっちは。どうしたら回避できるんですかね。あ、でもモチベーションの維持の仕方は、うん、今までの1ヶ月なかったことになったねって自分を煽るっていう。やっぱ、あれ M なのか S なのかこれどっちなんだろうな。自分に対してめっちゃ煽ってたな。その今日はマジで行きたくねえなって時に、うんうん、その、まあ、思わずうわ行きたくねえってつぶやいちゃうじゃないですか、はいはいはい、その時に、あ、行かなくていいんじゃない、行かなくていいんじゃない、別に怖い、嫌なら別にいいんじゃない。うわ自分をずっと煽ってましたね。いやでもそれが一番効くのかな。まあそこまでだったってことよっていう。そうですね。自分追い込むの好きなんですか？もうね大好きだね
目が輝いた今。ニッコニコよ。へ、自分のダメなところを、はい、列挙するのと追い込むのが好き。まあじゃなきゃな、この業界でやっていけないだろうな。常に自分はダメなやつなんだって思いながら生きてるから。すごい。でもなんかそこは割と一緒かもしれないな。なんか、うん、私も結構自分ダメって思って生きてるので、うん、割と同じかもしれない。でも俺そんな自分が好きだよ。そこは違うかも。自分好きじゃねー。俺こうやって自分ダメなやつなんだって言ってる自分は好き。厳しい自分は好き。好きなんだ、うん。自分のこと好きになるのすごいですね。って言っとかないと、あのメンブレするから。ああ、まあ、それはそうですね。あ、メンブレも済みよ。やっぱ何度か破滅を迎えてらっしゃるのかな。はい、ということでラジオネーム、はい、ヤニマさん、自分を追い込め。これで破滅は回避できます。頑張ってください。頑張って、自分は追って追って、うん。では続きまして、アンバサダーの高橋さん。はい。トモリさん、石川さん、コンリゼは新しい挨拶初めて見ました。我が家に座り心地がめちゃくちゃいいソファーがやってきてしまい、そこから動けなくて破滅しそうです。このままだとソファーと一体化しそうなので、破滅を回避する方法を教えてください。捨てよ。ソファー捨てよ。それごもっとも。うん。他に方法はないですか？ないよ。ない。ない。捨てるしかない。捨てるしかない。もう。じゃあ、アンバサダーの高橋さん。そうですよ。ソファーを捨てるか、はい、あなたが捨てられるかです。あー、やばいやばいやばい。どっちにする？そうですね、そうなるとソファー捨てた方がいいのかな。家の中で居心地いいところとか。あ、ソファーです。あ、ソファーなんだ。この人やっぱなんか破滅してる。僕家にいるときソファーから動かないんですよ。一緒じゃん。めちゃくちゃ座り心地のいいソファーが来まして、お、同じ状況ですね。それこそ去年の年末に来たんですよ。ちょっと奮発して買った、うんうんうん、いい輸入ソファーがね、うんうんうん、もうね動けない、たまらない。そうなんです。ちょっとカウチソファーなんですけど、ほうほう、カウチのところがちょっと円形っぽくなってて、もうそこが部屋になっとる。うわ。だ、そこで俺はお酒を飲みながらカキピーをつまんで、YouTube を見てるわけですよ。いい暮らししてんな。もうね終わりです。もう座ったら仕事できなくなっちゃうからね。まあ破滅を迎えてる人がこう言ってるんだったら、それ、うん、今じゃあ、うん、アンバサダーの高橋さんには捨てようって言ってましたけど、はい、ご自身のソファー捨てられますか？だってもう破滅しちゃってんだもん、関係ないじゃん。手遅れなのか。手遅れだったんだな。こっちが来んなよって。じゃあもう石川さんを反面教師にしていただいて、はい、アンバサダーの高橋さんはソファーを捨てましょう。捨てましょう。これで破滅は回避できるはずです。頑張ってください。頑張って。すごいな。なんかミユが来てた時はなんかお互いこう、あ、でもこれも難しいよね、あだよね、こうだよねって言ってて、うん、結構会議して決めていく感じだったんですけど、うん、石川さんはやっぱ大胆ですね。もうすぐよ。結論すぐ、うん、壊れてるから他のこと見えないの。強いな。でも頼もしいですね。うん、ミカマリルさん、はい、一緒の職場で働いている片思いをしている女性に思いを告げる前に別の彼氏ができてしまいました。僕はその子のことが本気で好きだったので諦めきれません。しかしその子を悲しませるようなことはしたくないので葛藤しています。楠木さん、石川さん、僕はどうすればいいと思いますか？ちなみに初恋でした。あら、初恋叶わないから。初恋はね、初恋叶わないですよ。叶わないよ。初恋うまくいくことそうないですかね。ない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 。一個前の席のりなちゃんに初恋してましたけど、叶うことなく、なんか今何してるかも知らないもんね。連絡すら。うん。ねえ、なんかね、いい経験だと思えばいいんじゃないですかね。取ろう。取る？取る。奪い取る。え？これね。略奪？やばい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 。やばい、破滅、破滅ルート行ってないか？これね、逆にね、はい、その彼氏がいた方がいい立ち回りができる可能性があるんですよ。うん、お、何ですか？まず彼氏と仲良くなります。おで、仲のいいっていうことを彼氏から彼女に伝わるようにしますと。うんうんうん、そうすると何かしらの相談事が来ます。彼氏の愚痴とかが来るんですね。そう、その愚痴、これねすごいですよ。ずっとその子に対する答案がずっと彼女から送られてきてるわけですから。そうですね。これをされるのが嫌、こういうことがあった、すごく嫌だった。確かに。どうぞ、それしなきゃいいんだから。あら、もう取扱説明書がどんどん向こうから舞い込んでくる。なんで石川さんめっちゃ怖くない？だから壊れてんだって。
人心がねえんだよでもなんか今の聞いちゃうと、うん、いいプランだなとは思いました。そうなんです、確かにって。これね、あのこういうのが行き過ぎるとロジハラと呼ばれるハラスメントになりますんでロジックだけは通ってんだけど良くないよね道徳的にっていう。やばいよ、うん、これはミカマリルさんが、うん、まあ、どうなりたいかによるとは思いますけど、うん、まあ、そういう方法もなくはないよっていう、うん、壊れてる人はこういう方法行くけど壊れてる人壊れてない人はまあ好きな人そうだな幸せなら OK です。うん、これ全然石川さんの声で聞きたかったのこっちさっきのは幻聴かな、まあ、そういう方法もありますよ、まあ、ありますよということで、うん、ミカマリルさん選択してください自分でコーナー変わったA か B を選んで頑張ってください、うん、破滅回避できるといいね、頑張ってください、うん、頑張ってということで今回は終了です。こんな感じで破滅を迎えようとしているあなたメール送ってきてください。私たちが回避する方法を考えます。以上ほぼ破滅が決定していますでした。お送りしてきましたツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんと進行の楠木さんとゲストの石川さん、はあ、そろそろエンディングの時間になってしまいました。ちょっと怖くて震えてるんですけど番組ではリスナーの皆さんからメッセージ各コーナー宛てのメールをお待ちしてます。温泉の番組サイトの投稿フォームより送ってください。またこの番組は毎週火曜更新となりますので次回の配信は1月31日ですということで4回目ツンデレラジオでしたけど、はい、いやー今日は人救っちゃったなマジで救ってたかな、なんかすごい私こんな怖い人いるんだって、ね、ちょっと怖くなっちゃったんですけど。やだね、なんかそういう人ね怖い、そして今回の新宅がですね、はい、全く共通点のなかった石川さんと一つでいいから共通点を見つける。まあ今ね恐怖心だけ抱かれてるから今怖い、似てるとこむしろあったら困るってこっち来なよ。ちょこちょこなんかあここ一緒かもですねって言ってたんですけど、うん、おうおう最後の聞いてあ似てなくていいって私似てなくていいんだっていう。あもうそうこっち来ちゃダメなんだからあ反面教師にしてください。怖いよね、身近に反面教師をということで、はい、もしかしたら今回お便りくださった方は救われた方もいたかもしれないので。救っちゃったな、ね、救っちゃいましたね。自己犠牲で救っちゃったななんか次あの中村さんとぜひ来てください。俺はこんな感じじゃないそれを見たい。あのマジでそうっすよね、確かに後輩力だな。これもまた壊れてんのよなんか何かどこかが壊れてるからこうなっちゃう、まあ、いつか純粋な石川さんも見れるように祈っておりますということで今回はこの辺で終わりです。お相手はテレビアニメツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん、リーゼロッテ役の楠木智と遠藤青手役の石川海人でしたバイバイ